康二です。11月チャレンジカップで SG 初のファイナル入り果たしました1号艇稲田康二が陰線、2コースが2号艇大峰豊、年間優勝6回を達成、記録いい28号機が相棒です。3コースには3号艇西山隆弘、昨年グランプリファイナル入り果たしました。年明けの江戸川周年の覇者3号艇は西山、4コースは4号艇馬場吉也です。三国畜戦の覇者です。5コースに5号艇沖津愛、今日40歳の誕生日を迎えました沖津、丸亀畜戦のウィナー、昨年の11月からなんと12連続の優勝中です。6コース6号艇前本康和は年末のグランプリシリーズから6連続の優勝中、進入はインから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました予選競争第2レース前提、あまり差がないスタートから1号艇、2号艇が出ていく、一周近く1号艇稲田が逃げる、マック3号艇は西山、さす2号艇大宮に4号艇の馬場吉也、ムーコーション面は1号艇稲田が先頭、スタートは前提正常でした。1号艇稲田が逃げました。2番手は4号艇馬場のアウト、2号艇大宮がつけて打ちを取っては5号艇も接近中、一緒に待つ先頭1号艇は稲田、2番手は5号艇の沖津が先に待った、さす4号艇は馬場吉也、続いて2号艇とここはもつれてしまいました。アクセント発生となってしまいました。2番手は4号艇の馬場吉也です。3番手は3号艇の西山隆弘、先頭から143の体系、レースは2周目です。2周1マーク、先頭は1号艇稲田浩二、2番手は4号艇馬場吉也、3番手は3号艇の西山隆弘が向こう正面です。先頭から1番、4番、3番の体系、その後ろは6号艇の前本康和、そして5号艇は沖津愛、一手アクシデントになってしまいました。2号艇の大峰豊は転覆のため失格、2番は転覆のため失格となっています。ここはレスキューを避けていきます。先頭は1号艇は稲田浩二です。2番手が4号艇馬場吉也、3番手が3号艇西山隆弘、その後ろは6号艇前本康和、そして5号艇沖津愛です。最後のバックへ、トップターンは1号艇稲田浩二、2番手は4号艇馬場吉也、3番手は3号艇西山隆弘です。先頭から1番、4番、3番の体系です。この1433連単の図は 29.7 倍を指しています。最終ターンマークトップで戻ってきます。1号艇は稲田浩二です。2番手が4号艇馬場吉也、3番手が3号艇西山隆弘、まもなくゴールです。1番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、そして今5号艇沖津愛が最後の直線コースです。5番ゴールイン、なお2番は転覆のため失格となりました。